はようございます。釣りこう TV です。今日はですね、シーバスですけども、これシーバス用にですね、 XSDC に Pライン 1.5 号を入れて、こちらジョインテッドクロー、これの178、タイプ15の SS、 これを使って魚釣ってきました。ご覧ください。おはようございます。釣りこう TV です。シーバス釣りに来ましたよ。今日はですね、いよいよこの XSDC シーバスデビュー戦です。さあ釣れるか。糸はですね P の 1.5 号に入れ替えてきました。じゃあ頑張ってみたいと思います。S ドラーいやなんか全体的にシルエットでかくないですか。なんかでかい餌の日なのかね。あ、バレたうー、でかかった。ジョイクロダメだ。よっしゃ、あれ、そうなんだでかくなかったあー、でもでかくなかった魚が。あー、でもやばいね。いや、なんとしてもちっちゃくてもいいから取りたかったんだけど、難しいもんだ。ちょっとね、むずいんだろうね、きっと。そのあー、全然なんでいや、俺がね、ドラグを設定がおかしいっていうか、ベイトで使いこなせてないんだな。あの針がかかるドラグの圧力とかがダメなんだ。逆サイの明るいとこにたまりだしたな。よっしゃ来た。パッチごめんね。パッチこれタモお願いしていい？行くよ。おお。やべえな。ちょっと待ってね。いける。よっしゃー。ジョイクロ行った。おおやばい。おおぶっとい。さあお立ち会い。ジョイクロフィッシュ来ましたよ。いやちょっとこんな感じです。ジョイクロフィッシュよいしょ。65センチぐらい入れてもらいます。ありがとう。はい、というわけでですね、なんとか1匹釣り上げることができました。でまずちょっと初めてこれ海でですね P ライン入れて試してみたんですけども、今回ですねジョインテッドクローっていうことでこのBB モード、ビッグベイトモードっていうのをちょっと試してみました。でこのビッグベイトモードはですね、こういう重くてこう何ていうんですかね、ボディの抵抗を風が受けて、バックラッシュの原因になりやすいようなもの、これを投げる時に最初から薄くブレーキをかけて。でこいつがくる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 ってこう霧もみで回転しながら減速して不測のバックラッシュを起こすっていうのを、ちょっと回転を制御することによってよりバックラッシュなしで飛ばしやすくするっていうモードみたいなんですけども、でもジョインテッドクロー以外にもなんかちょっと無理な向かい風のキャストとかですね、そういった時に BB モードにするとですね、バックラッシュなしで投げやすいのかなという風に感じました。でより心配な場合はこのメカニカルブレーキもさらにちょっと締め気味にして BB モードで投げれば、結構やりやすかったのかななんて思います。で今回のパターンなんですけども、イナコの群れがですね釣り場に入ってきて、でそれまでシーンとしていたんですけども、イナコの羽じゃないな、今のはシーバスが捕食しただろうみたいな真空音っていうんですかね、捕食のカバッっていうこういった音が、聞こえるようになってきたので、そういったところにですねこれをキャストして、でふわーってそのボイルしたあたりに流していくとゴン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 っていう風に食ってくるっていうこういったパターンだったんですけども、大きな餌にシーバスが目がいってる時には非常に夜でもこのジョインテッドクローを釣りやすいのかななんていう風に感じました。台場からもなんかコラボレーションでシーバス用のカラーなんていうの出てますよね。でそれは自分は持っていないんですけども、これブラックバス用で買って、ブラックバス用で使ってるやつなんですけど、ここにこれシールはなんか昼間の目印になったらいいなと思ってなんとなく貼ってるんですけど、特に、夜は見えないんで意味がないかもしれないですね。でジョインテッドクローでこれ、ここに「ディーズ」って書いてあるんですよね。青木大輔プロ考案のマダムキラーっていう色なんですよね。非常にですねギンギラギンで、シンプルに腹も白でなんかいかにも釣れそうな、でなんか綺麗なちょっと背中紫がかったようなこんな感じで綺麗な色だななんて思ってお気に入りで使っておりますが、今回その前ですねいくつかビッグベイトで釣ってたんですけど、もう少し小さなサイズのビッグベイトで釣っていて、でもこれなんかジョインテッドクローでもいけるんじゃないかなと、こっちの方がボリュームあるし大きいの釣れるんじゃないかななんて思って投げたら、パスッと食ってくれました。ただですね、サイズの方はまあ65センチっていうことで、70、80なんかっていう感じではなかったんですけど、何にしろこの秋のもう腹がめちゃくちゃ太い、もう肉厚のあるですねシーバスだったので、もうめちゃくちゃ引きましたね。うわー、これは久しぶりにでかいの来たーって思ったんですけど、あげたらサイズは65センチ。ただもうゴンブトのいいスズキが釣れてくれたっていうことで、引き続きですねこういった感じでパターンさえ見えてくればですね、それをあとは再現できればまた、秋のシーズンもう一潮二潮ぐらい狙えるんじゃないかななんて期待しておりますが、非常にですねこのビッグベイトモードとジョインテッドクローとちょっと初めてこのリール買ってみたからやってみたんですけどね、いきなり釣れてくれてよかったなっていう感じですね。で結構そういったボイルのシーバスを狙っていく釣りなんで、自分なんかもうすごい焦っちゃってですね、ミスキャストを普段だとしてこうバックラッシュプチーンっていうなんていうパターンが多いんですけども、そんな時にちょっとこのブレーキ強め設定でやったことによって比較的ですねまあ暗いんであんまり見えなかったと思うんですけどね、結構遠くのボイルでもミュイーンなんて言ってですね、安全にその遠くのボイルまでこの厄介な細ピーだと投げづらいやつなんかも快適にですね送り届けることができて、結果魚も釣れることができたっていうことなんで、なかなかこの組み合わせ今後もうしばらく使っていってみようかななんて考えております。でリールはですねブラックバス用に買ったアブのファンタジスタレジスタのランカーキラー1ってやつですね。これがフロッグ&スイムベイトって言って、フロッグとスイムベイトなんか P ラインで使うのにいいよっていう竿なんですけども、ジョインテッドクローも無理なく178はですねしょえて、で結構根元からものすごい数のマイクロガイドで、ついているので、こういう P ラインと組み合わせて、こういったものをなんていうんですかね、テクニカルに送り込むなんていう時に非常に使いやすい竿なんじゃないかなと思って、これもまだ、まだシーバスでは使い出したばっかなんですけどね、試してみております。はい、というわけでですね今回はこちらのですねジョインテッドクロー青木大輔プロの、マダムキラー、これとですね XSDC、 これで夜のビッグベイトシーバスゲームしてきたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。